保育園の頃から息子くん大好きからお嫁さんにしてから、と熱烈アピールしてくる A ちゃんって子がいる。その頃は、まだ微笑ましい程度のアピールだったんだけど、小学校に上がったあたりから徐々にヒートアップしていって、息子くんとチューしたい、息子くんに触られたい触りたい、息子くんとお昼寝したいなどなどを面と向かって言ってくるもんだから、息子も気持ち悪がるようになった。そんな、こんなで、息子は、A ちゃんを意識して避けてるんだけど、今、朝方郵便受けに、A ちゃんからの手紙と可愛らしい紙袋が入ってて、手紙には、奥さん A ちゃんのことを無視する悪い息子くんのことを私は許してあげる。息子くんが寂しくないようにパンツをあげる。優しい奥さんでしょ？ようやく。と書いてあって、恐る恐る紙袋を広げたら、マジでパンツが入ってた。手紙と紙袋を最初に見つけたのが、夫で本当に良かったわ。こんなん息子のトラウマになるわ。内容が内容だから、さすがに怖くて交番に相談させてもらった。小5で、自分のパンツを送りつける思考ってやばすぎでしょ。どう育ったらそうなるんだろう。完全なる興味なんだけど、相手の親御さん、どんな人なの？旦那さんと一緒に学校に相談した方がいいんじゃない？エスカレートして、何もしていないのに息子くんに触られた。いやらしいことされた。なんて言いふらされそうで怖いわ。お父さんは、多少寡黙そうな雰囲気があるくらいで、ご両親どちらも、至って普通の人たちだよ。夏休み中に申し訳ないけど、学校の方には、すでに、今回のことを伝えさせてもらってる。以前から、つきまといってことで相談してたから、かなり重く受け止めてくれたみたいだった。まあ、パンツ送りつけるって普通に考えてもやばいしね。今まで、学校から、相手のご両親へ話が行ってなかったのかな？注意されたりしてなかったんだろうか。まともな親なら、自分の娘が下着送りつけたって知ったらかなりのショックだよね。何にせよ、息子さんが穏やかに学校生活を送れることが第一だね。教えてくれてありがとう。今時の子供はスマホとか当たり前だから早熟なのかな？パンツ送りつけるっていう発想？その意味をもう分かってるってのが怖いわね。私が小5の時なんて、まだ運転にぶら下がってギャーギャー騒いでたわ。あと395さんが書いてるようなこともありそう。息子さんに被害がないといいね。これまでも学校で何かあるたびに向こうの親御さんに連絡はしてくれてたし、親御さんも親御さんでそのたびに頭を下げに来るよ。でも今まではつきまといやその他もろもろも大した実害のないものと言ってしまうとちょっと違うかなとも思うけど、実際うざいなーくらいの不快感はあったわけだから、実害といえば実害なわけだし、先生方も A ちゃんが息子に近寄らないようにクラスを離してくれたり、近づこうとしたら注意をしたりって対処をしてくれてたし、親御さんも仕事の関係で学校を変わるほどの距離の引っ越しは難しいので申し訳ないですがって言いながらも引っ越し、以前は徒歩5分強、引っ越し後は自転車で30分程度押して物理的に距離を取るアクションを起こしてくれたから、息子本人もすげえたまにちょっかい出されるだけなら別にどうでもいいって納得してたの。ただ今回に関しては内容が内容だけにね。大人相手にやらかして濡れ衣で逮捕されたら困るな。引っ越しまでする親御さんならまともな方みたいだね。そうなるともう親のしつけ云々ではなく本人の生まれ持った資質だろうな。性格の矯正は大変だろうからもう十分種は尽くされてると思うけど、息子さんを守ってあげてくださいね。それにしても怖いわ。息子さん中学受験とかして離れられるといいけど、両親はなんてその子に諭してるのかな。全然わかってないよね。自分がその女の子の両親ならば転校させてでも親戚の家とかに預けるな。小学5年ならば中学は女の子の将来を考えて良い学校で遠いとこへ進学するようにするかな。この件に関しては改めてご両親に報告したのかな。家庭で話し合うべきかと思うから、何かのために
写真で証拠残してからご両親に渡して性教育を考えるきっかけにしてもらった方がいいのでは。被害に遭ってる側だし怖いよ。女子、男子も痴漢とか猥褻とかあるわけだし、自分の娘がそこまでやらかしてると思ったら、さすがに両親もこれまでの対処遠ざけるでは済まないと思うんじゃないかな。犯罪につながりかねない